どうもナオチンです。ペルソナ3やっていきます。よろしくお願いします。さあ今日は刈り取るものを倒してみたいと思います。今レベルが80ですね。レベルが80。これぐらいあれば多分いけるのではないでしょうか。一回ね、50ぐらいで挑んでボロ負けしたんですよね。まあ、とりあえずこれで戦ってみましょう。来ましたね、下からか。では行きましょうか。準備 OK ね。行きます。よし、どうなるか。いきなり攻撃する。 OK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 。 2回攻撃ね。ヒトライザーはちょっとまずい。ステータスを下げて、で攻撃を入れていこうか。あ、今ので下がったのね。効かんよね。効かんわな。とりあえず弱点は何もない敵だよね。うん、弱点は何もなしなんで、とにかく強力な技を打ち込んでいけば勝てるはず。まあまあ耐えれればの話ね、こっちが。攻撃力を上げていこうか。攻撃力を上げて攻めに攻めましょう。どれぐらい減る。あ、100いかんで、あ、でこれだよ。どれぐらい減るか。あ、耐えれる、全然耐えれるよ。あ、全然いけるじゃん。じゃあ毎ターン回復を入れつつ耐えていけばいいかな。なんかちょっと強力な技みたいなのが来たときはまずいかもしんないんですけども、 HP400 超えれば多分耐えていけるんじゃないですか、おそらくね。メイキドラゴン、一発、まあまあ300弱か。おーい、300弱を、おお、与えていけば全然いけるんじゃない。ステータスを下げて攻撃力を上げて攻撃していけば、で、あとはあれだね、ゲージがどれぐらい溜まるか、それが重要ですね。ゲージ溜めて技入れていけば、うん、もうちょっと早く倒せそうな気がするので、 OKOK。 これヒートガイザーやられたときはちょっときついよね。やろう。 OK、 とにかくステータスはどんどん下げていこう。いいね。どうだ。お、400、いいじゃん。向こうの防御下げてこっちの攻撃上げれば全然入る。うん、400与えればもう十分じゃない。おお、いいよ、めちゃくちゃいいじゃん。どんぐらい減る。あ、まあまあ100、うん、100ぐらいだったら全然いい。避けてよ。 OK、ここで一度回復を入れたがいいね。いや、耐えれるか。まだ耐えれるね。300だったら多分大丈夫なんで、ここはちょっと攻撃入れていきましょう。
これぐらい減らせる。いやー、1000ぐらいかな。837、まあまあまあ攻撃力下がってたし、まあそんなもんでしょう。十分十分。オッケー。待てよ待てよ待てよ。うん、おお、危ね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 。ホームクルーズが身代わりになってくるな。ちょっと待て、それはまずいぞ。それはちょっとまずいんで、これで下がるか。まあまあできる限りのことはやっていきましょう。 OK で、ここでヒートライダー違う、ここはこれでいいんだ。で次で回復を入れていけばなんとか耐えれるんじゃない。敵の攻撃力も下がってるし、多分それでいけるとは思う。あ、攻撃力が元に戻ったならば、ここで攻撃力をさらに上げていきましょう。耐えてくれよ、頼むから、頼むから。メギドラをどれぐらい食らう。あんまり食うなよ。200200200。 OKOKOK。 やっぱ攻撃力下げてるっていうのがかなり重要だね。うんうん、攻撃力下げてなかったらやられてた気がする。さすがに今世の後のメギドラゴンはちょっとやばいよね。で攻撃して次で回復、下2人がそろそろゲージが溜まりそう。 OK 元に戻った、ナイス。回復入れて残り3割ぐらいでしょ。残り、おおおお、いや、いけるんじゃないこれ。残りもう3割切ってるよ。 OK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  大丈夫ね大丈夫ね。 OKOKOK 食らうなよ。よし、ナイス。これ倒せそうな気がする。 OK、HP338 大丈夫ね、耐えれる。もう攻撃していこう。ガンガン攻撃して OK。 残り1割1割切った。あとちょいあとちょい。あぶねえあぶねえ。いかん、いや効いてる効いてるけども、多分倒せるよ。回ってくる前にいけたんじゃない、いけたんじゃないこれ。倒せるでしょ。どう、あ、いけたわ、勝った。いけた、いけました。はい、ということで今日は刈り取るもの倒しました。倒せないと思ったんですけどね、全然いけましたね。うん、レベル80ぐらいあればまあまあまあ全然倒せるみたいです。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。